ニューラディアント SC はモルディブの首都マレを本拠地とするサッカークラブである。ニューラディアントは1979年8月19日に創設され、モルディブの人々に最も人気のあるサッカークラブである。ニューラディアントはモルディブで最も獲得タイトル数の多いクラブであり、AFC 国際大会においても国内クラブの中で最も優秀な成績を収めているクラブでもある。 ニューラディアントは2005年 AFC カップ準決勝にまで進出した。ニューラディアントは国内最上位リーグであるリベヒリーグで6回、モルディブ FA カップで20回中10回優勝しているほかカップウィナーズカップでも数度の優勝を果たしている。クラブはモルディブのサッカーにおいて非常に高い集客数を誇る。現在のクラブ会長はアリワヒードである。ニュラディアントは 首都マレのヘンベール地区に本拠地を置いている。ニューラディアントは1997年国内のすべてのタイトルの獲得に成功した。クラブは FA カップでモルディブ初となる3回目の優勝を達成した。ニューラディアントはモルディブ FA カップを制し AFC 国際大会の本戦に出場するモルディブ初のクラブとなった。 クラブは AFC カップの準決勝まで進出したが、準決勝で後に優勝クラブとなるヨルダのあるファイサリー・アンマンに敗れた。2006年はニューラディアントにとって成功のシーズンと呼べる年になった。クラブはモルディブ FA カップとディベヒリーグの2冠を達成した。クラブはモルディブ FA カップとプレジデンツカップを制した。ディベヒリーグでは序盤戦だったものの、 終盤以降マジアやビアンサといった小規模クラブに負けたこともあり、ビクトリー SC に優勝をさらわれる形になった。最終節、ブルーズがレッドデビルズに敗れたことでビクトリー SC の優勝が決まった。シーズン最初のトーナメント戦となったカップウィナーズカップを制したものの、モルディブ FA カップでは決勝で VB スポーツクラブに敗れ準優勝に終わった。 リーグでは前半戦手位で折り返したものの、結局リーグでもプレジデンツカップでも優勝を果たすことはできなかった。ニューラディアントは AFC カップ2008に参加し、1勝1分に4敗でグループリーグ敗退となった。2002年以降において、この年は初めて無冠に終わったシーズンとなり、AFC カップ2009ではプレーオフで敗退した。2010年もまた、 ニューラディアントにとって成功を収められない年となった。クラブはモルディブ FA カップでは準決勝でリーグチャンピオンである VB スポーツクラブを破ったものの決勝でビクトリーに敗れて準優勝に終わり前年度と同様無冠でシーズンを終えることとなった。2011年クラブはプレジデンツカップで決勝に進出したがレッドデビルズの前に敗れた。2012年 クラブはディベヒリーグを無敗で制し、プレジデンツカップにおいても、決勝でビクトリー SC を破って2冠を達成した。シーズン全体を通して、ニューラディアントは、モルディブ FA カップ準々決勝の1試合しか、負けることがなかった。リーグを制したことでクラブは、AFC カップ2013の出場権を獲得し、AFC 国際大会に向け有望な若手選手を、 多数獲得することに成功した。ありがとうございます。